なみです。私はもっともっと面白いアイドルになりたいということで、今日はモノマネに挑戦したいと思います。それでは早速いきますよ。イエーイ。まずはこの人に会いたかった。そう、私おばあさんくらったらこの人、キキキリンさんに会いたかった。どうも、キキキリンです。鼻の長い動物はゾウです。シュギのベイベー。イエーイ。次はこの人に会いたかった。そう、フリーアナウンサーになったあの夏目美久さんに会いたかった。皆様の怒りの声聞こえません。イエーイ。次はこの人に会いたかった。問題のあるレストランの牧陽子さんに会いたかった。うまい。これすごく美味しいです。イエーイ。無理くり見せてよ。次はこの人に会いたかった。あのアニメのアキラっていう漫画のキヨコに会いたかった。アキラくん言っちゃダメ。イエーイ。マニアックだよ。次はこの人に会いたかった。 NHK の工作番組で人気だったあのおじさんに会いたかったよ。せーの、ワクワクさん。いや、ワクワクさんじゃねえ。私ね、こう見えてね、ヘビスモーカーなんですね。スコスコさんだなんつって。イエーイ。私面白い人になれた。ありがとうございました。